説明してもらえません？高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。それはだから ドライウェルの破壊にもつながりかねないということですね。格納容器が壊れます。わかりました。かなりシビアな話だと思いますね。じゃあお願いします。